さて、今朝のリポートは私が取材してきた野菜の話題です。はい、どんな野菜ですか？はい、それがですね、東大阪で採れた野菜なんです。うんうん、はい、東大阪と言いますと野菜というよりは町工場のイメージがありますよね。確かにそうですよね。はい、ですが、地産地消がブームとなる中で、その東大阪という都会で細々と作られてきた野菜に今熱い視線が注がれているんです。大阪梅田にある百貨店の野菜売り場です。こちらに売られているネギや大根葉、そして白菜、これらはすべて東大阪市で作られたものです。どこにも引けを取らない鮮度感のあるお野菜が入ってきて、近隣で取れるお野菜でおすすめしやすいです。デパ地下で人気の東大阪の野菜、その秘密は鮮度に加えて安心感にあります。高度経済成長の時代、町工場が次々と建てられた東大阪。農地はかつての3割にまで減りましたが、今でも野菜作りは続いています。祖父の代から農業を営む田中幸雄さん、76歳です。およそ20アールの畑で小松菜や水菜などを作っています。田中さんが生き残りをかけて選んだのが、大阪府の認証するエコ農産物です。農薬や化学肥料を従来の半分以下に減らし、安全をアピールしようと考えました。消費者が先に関心持ってもらわんなら、買ってもらわんないかんですからね。でこれはちょっとタコついてるから、ちょっとぐらいは高いとも辛抱しようと、お客さん思ってくれやるのがありがたいんですよね。田中さんのこだわりはまず肥料、精米所から出た米ぬかを発酵させて作ります。また殺虫剤の代わりに鳥もちを使って害虫を駆除します。こうした努力が実って、田中さんは5年前エコ農産物の認証を取ることができました。その後、食の安全を脅かす事件が相次いだことから、田中さんたちのエコ農産物に注目が集まりました。まず関心を寄せたのが地元の給食会社でした。あ、おはようございます。野菜も持ってきましたんで。この会社では今年1月からエコ農産物をサラダや卵焼きなどに使っています。仕入れ価格は以前より上がりましたが、その分光熱費や人件費などを削ることにしました。利用客の評判も上々で、エコ農産物の仕入れを4倍に増やしました。地元のもんやったらね、割と安心ですね。なんか親近感湧きますけど。エコ農産物というものはいいものだなと思いながら徐々に増やしてきたんですけれども、私どもがこう自信持って出せる食材を提供していきたいなと思っております。一般の消費者にもアピールしようと、田中さんが仲間とともに今年5月から始めたのがポイント制度です。はい、エコ農産物を繰り返し買うと300円分の野菜が無料でもらえるというもので、売り上げは3倍に増えました。へえ。300円かな、なんかくれはるでしょ。同じ買うんやったらこっち買おうかな。東大阪で作られるエコ農産物、消費者に定着し始めています。遠いところからでもお客さんやっぱり安心なやつを買いに寄ってきてくれると思うんですよ。試行錯誤しながらでもこれ続けたいと思います。町工場の一角にビニールハウスがあるというのは知りませんでしたけれども、はい、やっぱりこう農家の方がこだわって丁寧に作った野菜って美味しいですし、やっぱり安心という意味ではつい手が伸びてしまいますよね。VTR の最後にご紹介したのが JA が
運営する直売所なんですけれども、うん、実際にそうやってその定期的に買いに来てくれるリピーターという方がどんどん増えているそうなんですね、うんうん、はい、で東大阪では市内に16カ所直売所や朝市がありまして、そこでエコ農産物を購入することができるんですね。で今の時間帯というのはちょうど農家さんが野菜を直売所や朝市に持ってってる時間なので、この後こう新鮮な野菜が売られるということです。リポートでした。